はい、こんにちは。日本改革党靴田です。平岡様、お手紙いただきました。ありがとうございます。赤新報告女子様、水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ミート様、藤井様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴いたします。物品でのご支援やお手紙の送り先は動画説明欄、もっと見るをクリックしてもらってご覧ください。重量物や水物ですか、あとはそんな人はいないとは思いますけれども、ダンベルとか私にもっと体を鍛えてくださいみたいな感じでダンベルとかは、あと腐るものはご勘弁ください。よろしくお願いします。コラボ情報更新、厚労省が定める婦人相談員は夜回り声かけを最低週1回やること条件、あとあの被害女性との相談を最低週1回やってれば月額21万1200円、ボーナス50万4130円ですと、これ厚労省で、そう定めた、52回の出動で年俸354万2660円ですか、出動したからって言ったって8時間とか10時間とかびっちりかかるっていうもんでもないでしょうから、風俗嬢なんかよりも時間単位、時給でしたらすげー稼げるんでは、医者並みかもしんないな。医者より稼ぐか。手術やってる、包茎手術、で、自分で開業してる医師が、まあ、時給100万ぐらいかな、なんて、換算すると、なんて、言ってましたけれども、そのぐらいね、稼げるんでは。全国に約1500人いるそうであります。15人で5000万か。150人で5億円。1500人だと、女性相談員だけで50億。税金が消えてますね。どこにいんだかわかんないですけど、全然目にしないですけど、で、52回の出動や相談の内容聞いたって、プライバシーだからと言って、相談した人の、プライバシーにかかるからと言って、どうせ教えてくんないでしょ。秘密なんでしょ。それに対してですね、ひまそらさんが、これが村木敦子が作り上げた、公金中中、という制度、システムですか。なるほどなぁ。ネットの話です。なりたい。はい、やりたいです。日付またいで日数稼ぎして、実際は週1やってない。なるほど。なるほど、なるほど。日曜日の深夜やって月曜までもつれ込めば、2週間に一遍でいいですね。やるのね。2週間に一遍、出動、だから、26回年に出動すればいいですね。チューチューどころか、ガブ飲みじゃねえか。たったそれだけの仕事ですごい収入。講師や、開催する期間は儲かりますな。ふざけているとしか言いようが。共産党員にならないとつけない職では。婦人相談員は共産や立憲の関係者が多そう。つうか厚労省のコネですかね。その業務内容なら月額5万円がいいとこで利権になっていそう。2015年から始まった全国女性シェルターネットワークの資格ビジネスで、東京都休眠預金、年賀寄付金、TikTok から寄付や助成を受けてます。なんで TikTok？ なんで TikTok？ アメリカで TikTok 使用禁止になりましたね。情報盗まれてるからっつってね。試験ですけど、この報酬額、誰が決めたんだろう？破格すぎるな。厚労省の官僚がですね、奥さんとか娘とかで独占してね、これ。どうせね、週一の声かけや相談受けも、困難女性のプライバシーとか言って、名前も内容も秘密なんでしょ？何回やったかもさ。高田健率いる中核化プラス労働組合の総掛かりメンバーか、共産党員か、令和にならないと、美味しい相談員になれなかったりしてね。さらに給料は WBPC、これ若草ボンド、パップスコラボや、共産党や総掛かりが管理して、
実際にはもらえなかったりして、あいつらの生活保護費もですね、勝手に管理して、本人に渡さねえって話、もらえたとしてもですね、無償で赤旗配りや集会やデモに動員されたりしたくもない沖縄出張があったり、美味しいものにはパヨの搾取ありと睨んでんですけども、まあ厚労省の官僚の親族で独占してるかもしんねえな。募集しねえの。仲間内だけで、公開募集しねえの。コネで全部独占しちゃって募集に至らない、という、東京都の若年被害女性支援事業は本来公益事業として入札とか企画提案でプレゼンですね、これ決定しなければならないはずなのに、特に理由もなく脱法で WPC だけに受託させていた、というのがバレました。領収書がないとかの次元じゃなくて、契約の仕方が義国そのものの可能性特大だそうであります。こちらに出ておりますけれどもね、入札行為、企画プレゼン、私のところはこういうふうにこういうふうにこういうふうにやりますみたいな、理由なしに随意契約、2021年度には企画プレゼンが実施されましたが、そのプレゼンに参加した団体は WBPC の4団体のみ、その全部が合格して事業をゲットっていう茶番なんだよ。なんだよ、他の団体は参加させなかったのか募集しなかったのか、その4団体だけが知っていて、これはもう都福祉保健局とコラボしているとしか思え、なるほどね、福祉保健局を爆破して逃げなくちゃいけないわけか、役所人法前任者に聞いてください。奥義炸裂 でしょうかね。で、前任者はどこ探してもいないとか、すでに定年したとか、異動になってて東京にいないとか、連絡しても面会を拒否されるとかね、そういう人法使うんでしょうか。女性だけ支援は世界の潮流のようで、国連広報センターさん、綺麗な水、基本的な衛生施設が整備されていないせいで、毎年80万人の女性や女児、女児って言えばね、女児が亡くなっています。これは私たちが何とかしなければならない悲劇です。国連事務総長の発言らしい、本当にこう言ってたらしいであります。それをですね、そのまま載せちゃう広報センターも無能だと思いますけれども、ネットの話です。男児、って読むのこれ、それしか読めないよね。男児の被害ないの、これ男性差別ですか。国連女性限定でこれが世界の男女平等なの。男性や男児はどうでもええの。女性を大切するのの意味を取り違えてます。恐ろしいまでの男性差別、国連は不必要と考える根拠がまた一つ。国連、男や男の子はいくら亡くなっても構わん、支援もせんってことかな。了解です。確かにですね、確かに女性の方が価値が高いんだよ。全ての種においてメスの方が貴重、価値が高い、ベイトマンの法則っていうのがありまして、男99人の女性1人の村は滅びますけれども、女性99人、男1人の村は運が良ければ滅びないかもしれない。男がですね、すごい高齢とかじゃなければ、滅びないかもしれない、うまくすれば、というのも事実ですけれども、人権だの平等だの普段偉そうに言ってる国連が言うから腹が立つんであって、全くね、戦勝国連合っていつまで勝者ぶってんだかね。ロシア中国が滅びたらなくなるんですかね、国連なくなるんですかね。まあそうなってほしいですけどね。読売新聞がまともになったツイッター叩き、やっておりました。イーロンマスクが監視員5000人削減したからデマが増えたんだって。エルトン・ジョンもツイッターやめるんだって。ネットの話、前はデマが少なかったとでも、パヨのデマは激減しているが、パヨのデマはツイッターが管理してたデマってことでは、パヨデマが減ったのではなく、トレンドに上がらなくなって目にしなくなっただけ。偏った思想の系列が消えたのはいいこと、パヨさんにとっては不都合な話。読売、自分の気に入らない情報はデマ、
デマ急増でなくてマスコミの洗脳が薄まるからいいやと、野放しにすることによって誰が嘘つきか可視化されるからその方が健全なんだよ。デマを収め込む必要はない。見る人が評価すればいいだけ。マスコミ嘘を見抜く力がつくと都合が悪い。まあね、嘘と見抜けない人はネットやるべきじゃないって、あのかつてのひろゆき名言ですけれどもね、そういう目をあの磨いちゃうとマスコミは困るんだな、俺はな。デマが増えたような気配全く感じませんけどね。私がパヨをですね問答無用でブロックしてるせいですかね、令和新選組支持とか肉球新党とか共産党支持とか護憲とか反戦とかプロフィールに書いてあったら、見かけただけでもう見つけ次第ブロックしてますから、だってあのパヨ語は理解できない、翻訳するのもめんどくせえ、無抵抗でいれば平和とか自衛隊なくせば戦争にならないとか意味不明のこと言ってるし話にならないからね。読売の記事をざっくりまとめますと、ツイッターのせいでパヨ洗脳が前ほど効かなくなった。ちくしょう、意図的なパヨトレンドを取り上げて記事にすることができない。ちくしょう、トレンドにならないから、ってことですかね。しょうもな、自民党今後の運動方針はですね、少子化に真正面から立ち向かうだそうで、ネットの反応です。いやもう遅いし、いやいやいや今まで何十年も何してたの、少子化対策イコール移民とならなきゃいいけど、散々放置しといて白々しい。歴代の少子化担当大臣って何やってたんだよ。増税の理由にするだけ、ひたすら増税して利権拡大狙いと、少子化対策のため金が必要です、増税します、移民も入れますの前振りにしか見えないんだな。外国人実習制度もっとあの数増やしますとかね、増税したらますます少子化になるのにね、若者が夢も希望もなくなっちゃってね、女性が輝ける社会をつって少子化を促進してたのは自民党だからね、今でもやってるし、女性にですね勉強も労働も出産も育児も教育も子供の教育も押し付けて、あまりにも女性の負担が大きいのが今の社会でしょうね。女も外に出て働けっつう男とですね、家にいていいよ、養ってあげるから俺の子供産んでつう男と、どっちがモテて女性に優しい男なのか、これは前々から私言ってる話ですけども、よくねあのネットで浅ましい男がワンサといてですね、自分が稼いだ金を自分のためだけに使えるつですね、結婚を否定する男がいっぱいいますけれども、心配するのはそういう考えの男はモテねえから結婚できねえからもう心配しなくていい、って考えてる今あのこれをご覧になってる人はチャンネル登録を外すので減りそうだな。でも言っちゃうよ、男女共同参画を全否定しない限り少子化は改善しないと考えます私、それ言える政治家おるんかな。女性は大学進学禁止、正社員で雇うのも禁止で、少子化はあの劇的に改善すると思われるんですけど、それ言える政治家おる、このあの正論。男の議員はどうしてもですね、言いにくい問題です。こういうのは叩かれるから。女性のですね、気骨ある議員に頑張ってもらってですね、かつて存在したですね、ドイツ社会主義労働者党っていうのがあるんですけど、それの少子化対策ね、出産、準備一時金としてまとまった額を貸し付ける、子供4人産んだら返済不要にチャラにしてあげる。で、あの子供産むように子供産むようにし、あの仕向ける。独身者よりも家庭持ちの男性を雇用した企業を減税する、女性は家庭で輝く、子供を産み育てる女性は国家の誇り、アーリア人の誉れ、徹底的にプロパガンダすると、結果としてですね、あの結婚が促進され、女性があの家庭に向かうことで、労働力供給過剰が解決されました、男も女もあの働きたいって手を挙げると、すぐポスト埋まっちゃうから失業率がね、専業主婦は失業者に数えないじゃないですか、5割以上だった失業率がほぼゼロになったんですよ、今の日本でこれやったらですね、パヨがギャーギャー騒ぐんだろうな。確かに効果ある政策なのに、子供を産み育てる女性は国家の誇りの時点でギャーギャー言うんだろうな。ツイッター上ではですね、フェミがギャオーンってあの目に見えるようだ。フィンランドではですね、4人出産した女性は
生涯所得税免除でやってですね、 1.2 だった出産数が 1.5 に改善したみたいであります。これも日本のパヨどもはですね、差別だとかですね、産めない体質の女性もいるんだぞって騒ぎそうですよね。公立学校の学費を無料にしてはどうか、大学も、これは効果ありそうですね。公立が嫌って金持ちは高い金出して、私立に行けばいい話であってね、アメリカのほとんどの有名大学は私立だし、ハーバードとか、学費高くて金持ちしか行けませんけどね、アメリカのあのハーバードとかね、まあまあこれは効果がある話だと思います。まあまあこのぐらいやんないと少子化はなんとかならないよ。男女共同参画とか言って女性も働かそう働かそう働かそうってやってるのは、あのブレーキ踏んでるみたいなことで、なんぼね、違う手で少子化対策だなんて金ばらまいたってどうにもなんねえよ。自民党さん分かってんのかな。分かってねえだろうな。分かっていても言えない雰囲気あんだろうな。そんなこと言ったら党を追い出されるとかね。まあまあ言いたいことを言いたい人は大きな党に入んねえで自分で好き勝手活動してたらいいんですよね。大きな党に所属するってことは自分の言いたいことを制限されるってことですもんね。まあ、自分が代表になればまた別ですけれども、というわけで、5月12日 NHK スクランブルでもよろしくご参集ください。メール党員さんも大募集しております。メールのご購読で、毎日届くメールのご購読で日本改革党を支えてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。